アメリカや、ヨーロッパなどで導入されている公民連携、パブリック・プライベート、パートナーシップという、手法があります、まあ、PPP とも言うんですけど、まあ、日本国内にはこの PPP を専門的に研究対象としている大学院もあります。そして地域再生支援プログラムを用意しております。まあ、県内、神奈川県内ではすで、に横浜市や、藤沢市がこのプログラムを、利用して、その大学院と共同で、地域再生 の、 活用を、地域再生のためにこのプログラムを活用しております。また兵庫県の加西市では行政経営の改革を提言してもらうことを目的に地域再生支援プログラムを導入しております。厚木市の課題に当てはめてこうしたプログラムを取り入れることも一向の余地ありかと思いますが、いかがお考えでしょうか。総務部長。PPP、パブリック・プライベート・パートナーシップの考え方でございますけれども、この考え方はかなり幅広い部分もございますが、民間事業所の資金やノウハウを活用して社会資本の整備、そして公共サービスの充実を図る手法としてですね、民間委託とか指定管理、PFI、まあ、これらも含まれるものと考えられます。厚木市におきましても指定管理者制度の導入をはじめ委託化の推進も進めているところではありますけれども、この地域再生支援プログラムにつきましてはですね、まあ、そんな内容をさらに今、研究してまいりたいと思いますけれども、まあ、大学との連携ということで、申し上げればですね、厚木市は現在、市内5大学と連携および共同に関する包括協定を結びまして、地域課題の解決に向けた調査とか研究に、取り組んでございます。ちょっと似てるかなという気がしておりますけれども、まあ、このようなこともしてございますので、まあ、今後もいろんな形の中で、可能性があるものについては取り入れていきたいと、このように考えてございます。高田議員。はい。次にコンピューターシステム改革に移ります。今年4月から、スタートいたしましたコンピューターシステム改革、システム適正化計画は、その取り組み状況なんですが、いかがでしょうか。あるいは、課題がありましたらお聞かせください。政策部長。取り組み状況でございますが、専門的知識を有する業者とともにですね、庁内の情報システムの現状を把握するための調査を実施いたしました。そして、情報システム最適化基本方針をですね、この10月に作成いたしまして、全庁的にこれを周知しているところでございます。現在は状況調査をもとに情報資産台帳を整備しているとともにですね、システムの再構築の手法や開発運用等の契約に関する IT ガバナンスの検討段階に入っているところでございます。それから課題では課題でございますが、サーバーを集約していく中でその設置場所やネットワーク構成について安定稼働性やセキュリティを保ちつつ経費削減という目的を達成する計画を策定するというところがですね、非常に課題であるというふうに考えております。高田議員。私は昨年、9月議会以来、何度かコンピューターシステム改革について、取り上げてきました。まあ、その結果として IT 改革担当課が設置されたことは、まあ、大変嬉しく思っております。まあ、私はこれまで、コンピューターシステム改革の必要性とその方法、経費削減効果を主に、論じてきました。レガシーマイグレーションであるとか、あるいはサーバーの統合といった大きな方法論を方向性を述べてまいりました。 IT 改革担当課が設置された今、今後も継続的なコンピューターシステムの管理についても検討していく必要があります。コンピューターシステム最適化計画が出来上がったとしても、できたとしてもですね、将来またバラバラ
にシステムを発注しては、また同じことを繰り返すことになります。今の部長おっしゃいましたけど、IT ガバナンス、まあ、コンピューターの管理ですね、もう少しお話、今後の、展開についてもし終わりでしたらお話しください。政策部長。先ほどお話しいたしました状況調査をもとにですね、今いろいろな機器等の設置状況とか経費等のですね、全部内訳を示しました。情報資産台帳を整備しておりまして、情報システムの見える化というところにですね、実現させていきたいというふうに考えております。そして、情報システムの企画調達開発運用の各段階にですね、特化いたしました標準ガイドラインをここで、今年度作ってまいりますので、その各段階において、PDCA サイクルの確立を目指してですね、庁内の先ほど今言われました IT ガバナンス、庁内のルール化をですね、明確に定めていきたいというふうに考えております。高田議員。今庁内には175以上サーバーが、少なくともね、まあ、大きなサーバーだけで175以上ありますが、今後もすべて自前で抱えるのか、あるいは外部委託するのか、あるいは、両方の方法を取るのか、いかが現段階でいかがお考えでしょうか。政策部長。175以上あるサーバー、まあ、システムといたしましては124システムございます。そういう中でですね、データセンターに設置するサーバーにつきましては、ブレードサーバーの利用による集積化、まあ、コンパクトにまとめるということでございますけれども、それと仮想化技術というのは、まあ、非常に積み重ねるという、住宅で言えば二段ベッドにするような形になろうかと思いますけれども、そういうものを集約化を主にですね、検討しているわけでございますが、データセンターの在り方、それから業者がインターネット越しにサービスを提供するいわゆる ASP、特にウェザーニュースとかですね、地理情報とかそういうものをでございますけれども、そういうことの ASP 方式の採用ということで、各システムの重要性、セキュリティ、コストの面を考慮して、まあ、柔軟な最適な方法を、まあ検討していきたいというふうに考えております。高田議員。今まで大きな方法論を述べてきたんですけど、細かいところにも目を配っていただきたいんですね。それで、教育委員会のことについて聞きたいんですが、教育委員会のメールサーバーの、年間維持費とメール設定数、それぞれお聞かせください。学校教育部長。現在稼働しております教育委員会のメールサーバーの経費、年間維持費、32万5000円程度となっております。でメールの設定数につきましては、各学校で5つ程度、それと教育委員会の分も含めますと総合計で227でございます。高田議員。厚木市の